はい、今回はドコモの雑談やっていこうと思います。でね、雑談内容になるんですけれど、まあこれ前回のね動画に引き続きになります。というかね、まあ前回の動画アップしていろいろなコメントいただいたので、それも踏まえてお話ししていこうかなと思います。はい、まあね、大変ありがとうございます。前回の動画いろいろねコメントいただきました。まあそうやって思うよって方、まあ自分のね見てる状況、まああくまでね今回この表示したっていうのは、この表示に何か変なとこあるのかっていう部分だけを自分は抽出してお話していました。要は、まあね、他の、まあ、言い方悪いけど他のキャリアと比べてになってしまいます。で、何が言いたいかっていうと、自分は前からよく言ってるのが、なんか縛りっていうか、あの何？数ヶ月限定。結局、基本的には最低2年持つことになると思います。今時のスマホってそうだと思う。大体2年とか持つ。まあ、格安スマホとかだと、まあ、数ヶ月縛りとかね、1年縛りっていうのがあったり、縛りっていう、まあ、最低利用期間ですね。期限。使ってもらわないと、解約に手数料かかっちゃうよ、みたいなのがあったりするんですけれど、キャリアを使う上だと、基本的には2年縛りだったり、もっとね、長い縛りがあったりします。で、そういう中で、このね、こういう風に、料金、いくらでうちはね、使えますよって言ってる状況で、数ヶ月だけ割引が効いたりとか、1年だけ割引効く。でも、2年とか3年使わなきゃいけないんだよねっていう。そういうところで、そういうのが入ってると変だよねって。だったりとか、光のインターネットとかに関しても、まあそこの、まあね、まあ他の会社があるわけですけど、そこの提携している光インターネット入っていないと割引かれないのに、それが記載されてるのって変じゃないのって。みんながみんなそういうのよりも、むしろ NTT のね、フレッツ光とか入ってる人の方が多いわけだし、っていう状況があるので、まあそういうね、罠的なものがないのかっていう話させてもらったんですけれど、さらにね、ちょっとプランに関しての踏み込んでいただいたコメント、ありがたいです。やっぱね、自分もこういう風にいろいろ紹介してるんだけど、普通の人とはね、使い方が明らかに違います。自分の使い方っていうのが。っていう中で、まあなんていうんだろうな、良くも悪くもだと思うんだけど、そういう風に変わったことをやってるからこそみんなに配信できる部分。こう何？発信して、伝えれる、こういう方法があるんだよって伝えれる部分もあれば、もともとその何キャリア側が提案している使い方っていうのをしている人から見れば変なんですよね、使い方がっていうのがあって、まあ、その辺のコメントいろいろいただきました。で、まあね、そう思うのもね当然だと思うのが、ちょっとね右にスライドするんですけど、右に、はい、スライド、はい、これね何かっていうと、ルルカのね使ったドコモのパケットになります。データ使用量、今月ねもう月も半ばになってるんですけど、まだ500メガも使ってません。はい。まあ、キャリアのね、この LTE って基本的に使いません。4G のやつはほぼ使ってないですね。まあ、使うのっていうと、それね、それこそドコモでね、その、何、Wi-Fi を切らないと入れない場所とかに入る際とかに入って、まあ、そのついでにね、ちょっとサイト探しちゃったりとかした時に使う容量ぐらい。まあ、それ以外はね、ほぼ使ってません。うん。で、そういう状況があるからこそね、まあ自分こういうプラン見たときに、まあ基本的に変じゃないよねって話した内容に関してね、やっぱまあ見てくれてる方からすると、いやいやいや、お前さ、って、まあね、お父ちゃん、まあね、何？お父ちゃんはね、そんな使わないかもしれないよとかね、お母ちゃんは家にいる、結構いるから、まあ Wi-Fi 使ってるから使わないかもしれないけど、まあ子供とかいただけでも5ギガで足りないよみたいな。まあこの5ギガですね、今時って容量すごい使う。まあだからこそ自分はね、他のお話しています、雑談で。ポケット Wi-Fi。モバイルルーターですね。の話だったり、格安 SIM の、まあ、スーパー放題の使い放題とかね、力入れてお話してるんですけれど、っていう部分も含めると、まあ、ちょっとプランにね、変だろみたいな。5ギガしか使えなくて、家族3人で使うなんて無理だろみたいなとか、まあ、あとはシンプルプランですね。こちらって、無料みたいなのがついてません。で、かけ放題とかもついてないので、そういうので電話かけたらすごい電話代かかっちゃうからね、こんな値段じゃ無理だろみたいなとか、まあ、いろいろそういうご意見いただきました。まあ、そうですね。まあ、自分の考え方が、うん。やっぱ、ちょっとね、抜けちゃってるのかなっていうのは、ほんと実感させていただきました。普通に使ってるとね、やっぱ、お父さんであれば、まあ、いろいろね、電話する際とかに、普通の電話も使うかもしれないし、自分とかも基本的に LINE。で、別途ね、一応仕事、自営業やってるんで、自営用の電話があります。なんで、それはもう別途で考えちゃってます。自分の頭の中で。もう仕事は仕事なんで、自分の場合。なんですけれど、やっぱね、人によっては、ね、会社の電話とかもしなきゃいけないときに、やっぱ LINE で電話することもできないし。で言うと、やっぱ電話代かかるから、まあ、これはシンプルプランじゃなくて、やっぱかけ放とかにするんじゃないのとかね。で、まあ、子供とかいるからね、やっぱ5ギガお父ちゃんお母さんは使わないとしても、まあ、子供はね、やっぱり、何、いろいろネット使いたいから、まあ、このプランもっと上に行くんじゃないのかなとか。まあ、そういうのがね、出てくるんじゃないかなと思います。まあ、ごもっともの意見だと思います。ただね、まあ、自分の意見としては、今回はこのプランの構成ですね。まあ、最低維持ってことです。はい。最低維持において、まあ、なんかそのね、何年間で、何年間、
もう例えば最低2年間使わなきゃいけないのに2年以下で終わっちゃうサービスとか、そういうネットのやつを加えなきゃね、割引かれないものだったりとか、そういうのが入っていないのかっていう、その期間限定とかね、明らかにおかしいだろうっていうものがないのかっていうのを伝えたかったかなっていうところになります。でプランに関してはもちろんそれは人それぞれ違うと思います。なのでここにもね、まあ、空って入ってますっていうかね、この空に関してが分かりにくいんじゃないかなって言われてしまったらそうじゃないかなと思います。そこね、1980円空、まあ、基本的にね、まあ、マックスで表示しにくいんでね、こういうプランにおいて基本的には一番下からっていうのが表示されるものなので、まあ、こう出るのは仕方ないんだけど、やっぱこうやるとね、まあ、何使っても1980円に見えちゃうんだよって言われてしまえばそうかなと思います。ただ、まあ、そういう風にね、さっき言ったように自分の場合はこのドコモさんがね、今 CM やってるっていうことなので、 CM の内容についてこれがありなのかないのなしなのかで、あまりにもおかしい罠がないのかっていう点だけお話しさせてもらったつもりでいました。はい。で、あと高くなっちゃうよって面に関してなんですけれど、まあ、自分はね、なんでキャリアっていうのは、まあなんていうんですか、そのメインとして持ってる分はいいと。で、そのね、余分に使いたい分があるのであれば、ですね、あの自分が言ってるように格安 SIM のスーパー放題を持ってもらったりとか、モバイルルーターの使い放題を使う、でそっちの方がね、コスパがいいんですよ。なので自分的に言えば、ある程度最低時で持てる金額っていうのを分かった上で、じゃあそっから高くするプラスアルファのプランを使うんであれば、じゃあモバイルルーターでね、使い放題持った方がいいんじゃないのとか、あ、だったらそんだけ容量をね、何ギガ足すのに、まあ1ギガあたり1000円とかね、かかってしまうって考えるんだったら、格安 SIM もう1個持って、まあスーパー放題の使い放題、まあ1メガではあるんだけど、一応使える、ある程度のことだったら使える、使い放題が持てるんだったらそっち持った方がお得じゃないのとか、まあ、そういう提案をしたいと思ってます。あの自分的にそのドコモのプランにおいてこれがお得だよっていうのを言うつもりはありません。基本的にさらに追加してここにした方がいいんじゃないのって、うん、もちろんね、ドコモ一筋で使っている人にとってはそういうのも知りたい部分はあると思うので、まあ、そういうのがあればね、もちろんそのドコモのプランについて、まあ、これよりこの方がいいんじゃないのとか紹介することはできるし、しようかなとも思います、もしあればね、需要が。なんですけど、あくまで自分のこの紹介している動画っていうのは、もうある程度お得に使いたい方向けに配信してます。でそうなってくると、まあ、のだけどやっぱキャリアを持ちたいって方もいると思うんで、まあ、最低以上はこれで持てますよと。でその上でプラスアルファ持ちたいんであれば、こういう使い方がいいんじゃないのかなっていうのを提案したいと思ってます、自分の考えとしてはね。っていう感じで今回ね、朝の動画のを上げてみました。まあ、もちろんね、まあ、人それぞれ考え方はあるので、やっぱね、キャリアだけで持ちたいって人もいたりとか、うん、いると思いますね。そういう意見はありがたいし、あとね、自分のそう思う部分ですね、なんていうんですか、もう頭がそういう使い方前提っていうところがあるので、やっぱね、普通に使う方、自分も昔はこういう風に使ってました。普通にキャリアさんの提供しているプランを使ってたので、まあそういうのじゃなくなってしまった状態の自分から言うと、やっぱ非常識なのかなって部分もあったと思います。ということでね、今回そういう考え方があるんだよっていう追加の情報乗っけたね、動画のを出させていただきました。まあそんな感じで今回もね、そういろいろな感じの動画、まあ格安 SIM だったりとか、このキャリア、まああとそういうのね、自分だからできる混ぜた考え方とかも入れながら動画作っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。